大谷翔平の兜。皆さんこんにちは。フィットちゃんです。今回は今話題の大谷翔平さんの兜についてです。ゲッツゴーエンジェルスのホームラン後の儀式として、話題の兜。トラウト選手がこうむって話題になり、大谷翔平はまだか。皆さんワクワクで待ってましたよね。そして、ついに大谷翔平がホームラン、兜、被ってましたね。かわいい顔して、大人気ね。うふふ。 この兜は、日本の鹿児島県で作られています。公式ホームページで調べてね。こちらが、大谷翔平くんが被っていた兜。素敵この他に、海外のみんなにおすすめな兜を紹介するね。それは、織田信長の甲冑です。これ見てやばいかっこいいこのデザインは、海外の人が似合う色と絵とぶこしさよ。おすすめ次におすすめのは、第六天魔王のよう甲冑です。 めちゃんこかっこいい。このデザイン、文様、マント、痺れるくらい怖い。魔王の名前がふさわしいでふよね。西洋の騎士の甲冑タイプに似ているから、海外の人にはまりやすいよ。買っちゃえ。大谷翔平の顔にフィットする兜や、ファッションはあります。そしてあなたにも。では、あなたの顔にフィットする甲冑を見ていきましょう。